こんにちは、仙台リーメンバーのすずです。と、はい、どうもこんにちは、世界日岡山道場で YouTube やってます。よろしくお願いします。はい、先月3月の動き方を撮ったんですけど、はい、そのパワーアップ編ということで、パワーアップ編、はい、4月にやるべきことを教えていただきたいですっていうのと、はい、今4月から始めるよっていう人もいるかもしれないですよね。はい、その人に向けてもちょっといろいろどういうふうにしていけばいいのかなっていうのをお聞きできればなと思っております。はい、4月から始めるってどういう風に動いていけばいいですか？なるほど、はい、4月まで一切動かなかったという、はい、そこのあなた、はい、かなり危険です。はい、危ないので今から行動しましょう。そのままのんびりしているといつの間にか就活終わって、そして後悔をする人がめちゃくちゃ多いんですね。うん、私も毎年毎年見てますけれども、必ず皆さん就活終わってから言うのが、もっと広く見ておけばよかったとか、うん、もっと受けておけばよかったっていう風に後悔の声が毎回必ず大きいんですよね。うん、なんで後悔しないように今から広く広く見てほしいなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。まずですね、はい、一切何もやってない人に関して言うと、はい、まず企業名を知らなかったりもするじゃないですか。はい、なんで広く広く見ることがすごく大事なので、はい、やっぱ一番手っ取り早いのはやっぱり合同説明会ですよね。はい、大きな会場でやる合同説明会ってたくさんあると思いますので、はい、まずそこ行ってみて、興味持ってそうな企業はどこかっていうのを、まず視野を広げて見てみるってことをぜひやってみてください。はい、じゃあまあそれで行動できて、自分のやりたいことちょっと見つけられたら、次どう動いていけばいいのか。なるほどなるほど。はい、一番大事なことって具体的に説明することなんですよね。うん、ES って何百通も来るじゃないですか。うん、抽象的なことだけ書いてあるものって忘れるんですよね。もう僕も ES めっちゃ読んでますけれども、抽象的なものが頭に入らずに、じゃあ次の ES 見た時に前の ES の内容を何も覚えてないってことがあるんですね。何も覚えられないっていうのを解決するためには、いかに具体的に書くかっていうのがすごく大事です。うん、面接においても抽象的に話しちゃう人ってかなり多いんですけれども、はい、それも1日に10人とか見ていくと忘れるんですよ。はい、なんでコツとしてはですね、口癖として具体的にはとか例えばっていうのも口癖にすること。はい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 、なんで僕はもう意図的にやってましたね。なんか就活にありがちなのが、自分ではちゃんと説明できてると思ってるけど、はい、でもそれが伝わってないっていうことがあるじゃないですか。ありますね、めちゃめちゃあります。そこの乖離をなくすためにはどうしたらいいですか？はい、一番大事なことは、実際働いている社員さんとか社会人の方とかに自分のこの考えをぶつけてみて、その相手がどう思うかっていうのをフィードバックをもらうっていうことを、これをサイクルを繰り返すことが大事です。まあ、しかしながら、はい、今の学生って、まあ、なかなか人のつながりとか先輩のつながりが薄かったりするじゃないですか。うんうん、で僕思うのは、別にこの面接とフィードバックっていうのは別に社会人じゃなくてもいいと思ってて、友達同士でいいんですよ。はいはい、同い年同士の友達同士でもいいし、なんなら僕後輩ともやってましたからね。であと年齢は関係ないので、もう面接をお願いするっていうのをした方が良いです。15分間面接して、はいはい、15分間フィードバックするって合計30分間あれば終わるじゃないですか。うん、でぜひ友達と一緒に面接してほしいなというふうに思います。その方がモチベーションも上がると思いますし、そうですね、で逆にこの立場を入れ替えてみて、はい、自分が面接官側になる、はい、と相手の言ってることがなんか話が長いなとか、話が抽象的だなっていうのが、はい、面接官側になると分かるんですよ。はい、分かります。面接をする側になって初めて分かることもたくさんあったので、うん、皆さん自身が面接をする側になってほしいな、まあ、模擬面接でやってほしいなっていうのが、アドバイスになります。基本のそのつながりがない人っていうのはどうしたら、いやそうですよね。皆さんどうされてたんですか？僕はですね、一人もう開拓したら、はい、そこからもう芋づる方式でやってまして、はい、友人経由の友人の先輩の内定者を見つけて、内定者一人見つけたら、その内定者が必ず社員さん知ってるんですね。はい、なんで3人とか知るじゃないですか。その3人からこう分岐していって、はい、で芋づるがどんどん増えていくみたいなことで、僕は社員訪問は50人以上はしてましたね、正直。なのでそのためには、まあ、やっぱり紹介をしたくなるような人間であることがすごく大事で、人としての誠実さとか、はい、伸びしろを感じさせるようなこととか、うん、まあ、爽やかな気持ちを提供するとかいうふうにして、人としてこう紹介したくなるような学生になるっていうのがすごく大事ですね。ありがとうございます。見逃しがちな点が最後にもう1点あります。はい、それは筆記試験対策ですね。周りの人どうで、はい、辛そうだったとか、なんか大変そうだったみたいな。あ、大変そうでした。ってことは、皆さんこれから、まあ、ES を仕上げたりとか、面接したりとか、時間がかかっちゃうわけなんですね。はいはい、でその中で筆記試験対策をおろそかにするじゃないですか。うん、筆記試験対策をおろそかにしてしまうと、せっかく ES と面接頑張ったのに、それが一切見られずに、筆記だけで落ちて終わりってことが起こりうるんですね。なんで、そうならないためにも筆記試験対策をぜひしてほしいなというふうに思います。そうですね。ありがとうございます。はい。さらにはですね、はい、重要なアドバイスがございます。はい、就活にとらわれて強いストレスを感じる人ってすごく多いじゃないですか。うん、結論、就活だけが人生では
ありません。そもそもですね、まあ、資本主義社会というのは資本家と労働者というのがいて、本当に自分が雇われる側だけでいいのかっていう話もあるんですよ。なんか大学を卒業したら必ず有名な大企業に就職しなくてはいけないみたいな囚われマインドは古いです。大企業に入るリスクっていうのがすごくあるんですね、はい、一番のリスクは配属ガチャでございます、はい、で配属ガチャっていうのは結構いろんな段階があるんですね。どの部署に配属されるかっていう、そこのガチャもあります。さらには、その部署の中でも誰が上司になるのかという上司ガチャもあります。で上司ガチャの後も何の担当するかっていう担当ガチャもありますっていうガチャが3連続ぐらいであるんですね。で確率論でいうとすごくそれで全部当たり切る人ってほぼいないんですよ。なんで大企業イコール安定リスクがないっていうふうに思っちゃいがちなんですけど、実は大きなリスクが潜んでいます。なんで自分が起業するとか個人事業主で自分が稼ぐとかフリーランスになるっていうふうに道もあるんだよっていうのを考えてみてください、うん、はい、自分が何が幸せかですよね。その通りでございます。自分の幸せの基準をちゃんと自分で考えてみてほしいなって思います。はい、ということで今月もセカニさんと一緒に4月の呼び方を聞いていきました、はい、これから頑張っていきたいっていう人はぜひこの動画参考になれば幸いです、はい、でももちろん私も焦る気持ちはあるし、皆さんと同様頑張っていかないといけないので、これからも一緒に頑張っていけたらなと思います。何か不安があればね、コメントとかで言っていただければ、はい、もう気軽にコメントお願いします。励ましメッセージ、まあ、あの就活生同士とか皆さん同士での励ましコメントをぜひね、はいはいはい、書いていただけたら嬉しいですね。ぜひコメントしてください、はい、ということで今日の動画もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあじゃあなー、ありがとう。